はい、兵庫県出身16歳平本健です。練習してきたことを全部出すように頑張ります。頑張れみんな応援してるで。悔しくて悔しくて、さあ惜しくもね、次のステージへ進むことができなかった19人。今日の予定は？今日の予定は、まあ、今から学校に行って、はい、でも普通に授業を受けます。学校です。でも制服じゃないです。はい、私服です。しかもピアスついてる。何でもありなんで、髪染めもありなんで、はい。そうなんですか。まあ、あれして結構おしゃれですね。仕事してて普段こんな感じです。ダボっとした服をよく着るんですけど、今日雨だったので絞ってる服を選んで、水色雨って感じ。雨降ってるから水色。あ、そうですね。この靴はリーボックなんですけど、靴紐結ぶのはめんどくさくじゃないですか。1万円ぐらいで買いましたね。 INI のまさやくんと同じやつです。これ2つ持ってたんですけど、この1個こっちについてたんですけど、まさやくんと交換してスヌーピーになりました。はい、もう50分ですよ。少ししますよ。行きますか。はい。さっき、はい、学校は自由な学校だって。まあ、そうですね。エンターテインメントみたいな感じの学校なんで、ダンスとか歌だったりとか、そのモデルとか俳優だったり、その自分をプロデュースするっていう意味で、なんか髪染めとか制服、あの私服でもいいとか、もう全然 OK なんですよ、化粧とかも。もうそろそろ学校に着きます。着きます。はい、あれです。どれですか。あ、これですか。高校に見えない。全然入ってもらって。入っちゃっていいですか。あ、全然大丈夫です。先生に言ってるんで。あ、本当ですか。お願いします。なくて。ホームルームないですか。ないです。なんかクラスがないんで。クラスがない。はい、なんかその授業が取ってる人はその授業に行くみたいな。平本君は何コースなんですか。僕はもともと K-POP コースで。じゃあダンスとか歌とか。あ、そうですそうです。そう、韓国語とか。そうです。で、これからのゲームです。ゲームです。
な、フーガ。楽しいよな。楽しい。昼ご飯、昼ご飯食べます。学食とかあるんですか？学食とかないっす。あ、ないです。もう普段自分コンビニで済ましてます。いつも食べてるものはここにイクラの握りがあるんですよ。イクラでもないんですよ。はいはい。あ、残念残念。プラスないのに、でも使っていいんですか？あの、なんかその数字を授業で数学とか時に使うんですよ。あ、みんな使っていい教室ってこと？へぇ、えーご飯はいつもコンビニ弁当？あ、そうです。お小遣い制で月に1万円渡されるんですよ。それでも遊びとかも全部頑張って全部一緒に頑張ってみたいな。結構きつい。二人はいつも一緒にご飯食べてるんですか？平本くんってどういう存在ですか？いや、同級生のにオーディションとかいっぱい受けとってすごいなと思います。ちなみに文学もそういうアイドルとかを目指してる？ここはテーマパークダンサー、ユニバとかディズニーとか、で、その踊ってるダンサーを目指して。へー。じゃあ将来はそういうところに就職したい？ダンス前それ食わん方がいいで。お腹痛い。気持ち悪いな。でも マジでダンスの時もアウェイです。数人、5人とか3人とかな、そんな感じなんで。本当にアウェイです。すごいなとか思います。見てました？あ、見てました。投票もしてました。いろんなとこに、はい、あ、ちゃんと投票してます。へえ。それは同じ学校のよしみとして？はい、学校正直ですねなんかこの学校に通ってる人がこうやってステージに立ってすごいことしてんねんなと思って、なんか自分も頑張ろうって思いました。あ、なるほど。励みになる存在だと。そうですね。あ、違うの？いや、そうです。あ、そうですか、はい、なるほど。あ、いいじゃないですか。なんか平本くんね、このダンスの授業、女子ばっかりで、はい、すごいアウェイだった、
嫌だよ、はい、ってんすよ。そのことについてどう思います？しっかり連れてきたと思います。言われたんだ。お疲れ様です。お疲れ様です。もう学校は終わり？はい、学校は終わりです。この後の予定は？この後はちょっとある人に呼ばれてるので。ある人？そうです。ちょっと向かいます、その人のところに。結構移動しましたけど。はい。どうですか、もうすぐですか？もうすぐ着きますね、これ曲がったところです。びっくりします？ああ、多分すると思います。本当ですか？はいはい、着きました。え、あ、ここですか？はい、お兄ちゃんです。あ、お兄ちゃん。はい。あ、はじめまして。はじめまして。あ、どうもどうも。あ、お兄さん、あ、あんまり似てないです。そうですね、あんま似てない。昔似てたけど。昔は似てたんですけど。昔は似てたんですか？どんどん離れていった、離れていった。いや、でも兄弟そろってイケメンですね。ありがとうございます。そんなことないですけど。ちょっとご飯誘われたんで、今日いろいろ密着来るってことで、はい、そのオーディションとかも頑張ってたんで、ちょっとご馳走しようかなと思って。お兄さんが。はい、本当に。はい。ああ、なるほど、やったぜ。普段2人で食事とかってよくあるんですか？全然ないですね。全くないです。別々。僕大体学校が午前中で終わるんで、バイト行って、高校からバイト行ってる。今学生さんなんですか？僕学生です。ちなみに何歳離れてるんですか？3つ19で、3月の上に20歳。あー、3つか。で、今日はなんでこのお店にされたんですか？いや、僕がここでバイトしてて、それで。あ、そうなんですね。はい、結構美味しいんで、ちょっと。食べに来たことありますか？あ、あります、あります。母親と来たことあるんですけど、その時はコウタは、あの、コウタ、コウタ下の名前で呼ぶんですか？あ、はい、僕ケンちゃんって呼ぶんですよ。お兄ちゃんって呼ばれるんですか？言わないです、絶対言いたくないです。言われたくないです。言われたくないです。もういいです、もうコウタに慣れてるんで。逆に急にお兄ちゃんって言われたら違和感、気持ち悪いから。イラつきもないんですね。ないですね。へぇ、ヘレカツ定食2つと盛り合わせ定食1つが1つ以上で。あ、なんかめっちゃ優しかった時ありました。僕小学校の頃にサッカーの試合で帰ってきてて、最寄り駅、お父さん迎えに行くから待ってて言われてて、全然来ないんですよ、そのお父さんが。その時がその小学校の、自分が行ってた小学校の祭りの日だったんですよ。一人で帰って歩いてたら、お兄ちゃんが一緒に祭り行こうみたいな感じで言ってくれたんですよ。全然覚えてないんだけど。これもお金の1000円あげるからみたいな。覚えてない、全然覚えてない。あ、でもあれですよ、あの、練習帰ってきて僕毎日迎えに行ってますよ、あの、あ、最寄り駅まで。あ、その東京から帰ってきたら、うん、毎週毎週迎えに来てくれるんですよ。え、今？あ、今です、最寄り駅まで。あ、そうなんですか？車で迎えに来てくれるんですよ。今タクシーです。言えない、絶対タクシーです。私はそれをアッシーアッシーアッシー君って呼ぶんで、アッシー君ですね、じゃあ。今は日曜日だけ。日曜日のアッシー君。いただきます。キャベツがこう、ざく切りタイプって珍しくないですか？そうなんですよ、こっちの方が美味しいんですよ、このキャベツ。今、このお肉、肉のガンと肉ロースで、なんで？いいな、食べる。
うん、うまっ。完食。放送は見てました。見てましたね。順位し見てたんで、ああもうちょっと無理かなっていうか、うん、低いっていうかもうこれ以上上がることはないなって思って、その期間が、うんうん、的に考えた時に、だからあまあしゃあないかみたいな。まあ別になんか心配はしなかったですね。まあお疲れみたいな。自分がまだちゃんと夢を持ってなくて、それを弟がもう夢を持って今頑張ってるっていうのなんかすごいなと思って、なんかもっと自分もやりたいことやった方がいいんかなとか、あのその就職して会社になってっていう安定の道よりももっとそういうチャレンジした方がいいんかなっていうのは思わせることよくあります。弟に気づかされそうです。言ってますよ。え？聞いてない？アイスに集中してた。人の話を聞け。仲いいよな普通に。多分他の人と知らんけど。めっちゃ気になるからめっちゃ聞くんですよいろんなこと。うん。でそれのこと。例えばどうやってオーディションみたいな。誰と仲いいのか。何したみたいなのを家族全員聞くんですよ。いとこも含めて。あ、みんなファンになっちゃったんですか。そうみんな。フリーの。そうですみんな見てて。めっちゃ聞くから。気分ようになって喋ってくれるから、うん、それがいいな、絆っていうか仲良くはなりましたね。へえ。逆に自分もその富士に出て成長した、デビューできなくてもソニー入れ行けたのが良かった。いいにやったっけかな。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。さよなら。さよなら。練習するのがすごく楽しみです。